今の状況で犬飼って、はい、犬が幸せになるかどうかって、はい、今日ちょっと車の件じゃないですけど、車の件じゃないです、件じゃないんですよ。犬飼いましたよね。絶対世話できんやろと思って。いや、でもそういう経験も踏まえて、はいはい、ドッグアドバイザーグローリーとして、グローリー、要素夕方散歩夜、行けたら行けたら、なんでめっちゃラッキーなネタ拾ったんですよ。車やったんですよ。え、まずガチ評価で 4.5 っていうと結構綺麗な部類なんですよ。キズマルキやったんですよ。この車さんの車じゃないですかって言ったら、いや、内装の。こんにちは。あ、です。お疲れ様です。お世話になります。です。この前はどうもどうも。もう根に持ってないですから、ね、今日は何も変わらないですよね。根に持ってないってやつ、大体根に持ってますから。結構僕根に持って生活ですから。大体根に持ってますよね。はい、根に持ってますよね。今日は何人いたんですか。今日ちょっと車の件じゃないですけど、車の件じゃないです。件じゃないんですよ。いや、俺、なんで今日アルファード来たの。俺、絶対車ありがないから、絶対買わされるから。違う、なんか売り切れてるぞ。 YouTube で犬飼いましたよね。千葉県。千葉県、はい。あれがずっと気になっとったんですよ。何出してよっていうと、仕分け2件買ったでしょ。買ったでしょ。いや、絶対世話できんやろと思って。いや、なるほど。夜、飲み、ね、ギャラ飲み歩いて、行っちゃったギャラ飲み。それがずっと気になっとって、やっと今日時間が取れたもんで。いいですか。何ですか。犬飼ったんですか。犬飼ってますし、僕ちょっとボランティアで、はい、この前もちょっと行ってきたんですけど、新城に、はい、オッポの会っていう保護犬シェルターなんですよ。要は自分みたいな人が犬勢いで飼って勢いで飼って、もう世話せずにかわいそうになっちゃう犬おるじゃないですか。はい、要は飼ってもういらへんもんね。飼育放棄みたいな、はい、うん、でまあそこをちょっと僕支援、会社としても個人としても、支援活動させて。これもしかして案件か。これ案件っぽいですよ。案件か。いや、案件ないよ。案件ない。これどうだから金もらったらいいじゃないですか。寄付しろとは言わない。まあ僕この前50万寄付しました。あ、マジですか。すごい。50万寄付して1日ボランティア、いや、これまあちょうどこの前日曜日体験やっても、はい、汗まみれ、糞まみれになって、うわ、まあ、かわいそうなんですよ、そういう犬って。お金払ってさらにそうしますよ。させられるじゃないさせられるってもひどい。その言い方自体がもう、本当ひどい。もう人として終わってますね。今日もそういう経験も踏まえて、はいはい、もうドッグアドバイザーグローリーとして、要素をチェックしに来ました。そうです。最悪2匹買ったじゃないですか、はい、1匹ずつもうレスキューしようかなと。いや、これ普通にできますよ。悪かったら もうで、彼とも今なんかおるもんな。今ボストンテリアいます。ボストンテリア、はい、犬好きなんですよ、こいつも。でかいです。あの足が長い。結構ちっぽい。足が長めのブル系の今今病気で死にかけとるんやった。そんなひどいっすよね。放棄しとるじゃないですか。本当、いや、もう毎日世話してるんですよ。まあ当たり前ですけど。犬病院連れてくから会社今日休みますか。いや、こんな世話ないですよ。そんな世話ないですよ。そうだ、もう通らないよ。これそう買ってます。買ったんですか。僕チワプー買ってます。チワプーね、はい、こいつめっちゃ犬世話、はい、あ、一緒ですね、はい、僕もずっと前買ってますし、愛犬も、はい、もう小学校1年からも絶えず犬とおるんですよ。あ、マジですか。こう見えて、でも犬のことめちゃくちゃ詳しいですよ。めちゃくちゃ詳しいですよ、車のこと。まあ、じゃあ今日ちょっと人手前ならちょうどいいかな。あ、そうそうそう、ちょうどいいわ。もうちゃんと準備して今日嫁にも、はい、今日ちょっと待ち合わせ、ちょっと見させてもらいます。どんな、あ、もう覚えてないですか。この子何ちゃん、何くんですか。これは名前です。名前です。本当はきなこって言うんですけど。きなことあんこなんですけど、だいぶね。きなことあんこ。じゃあ最初に、はい、名前募集したから名前が結構決まらなくて、はいはいはい、クロとチャチャって呼んでたんです。はい、はいはいはい、もううちのスタッフもみんなチャチャって呼んでるし。あんちゃん担当は今日いないな。あ、本当。あ、担当いるんですか。どうですか。どうチェックする。ちょっと知らない。ここで夜あれ寝泊まる。夜はもうどこでもいいです。飲みに行ってるんですよね。世話しないんですよ。あ、じゃあワンワンちゃんとワンちゃんここ。あ、こんなもんですか。はい、はい、もうじゃあお前じゃあ解説したっけ。じゃあ面白い。どんな感じで、はい、いつもどんな感じで世話してるの。まあ、朝出社します。朝出社して、ええ、散歩行かせて。あ、散歩ちゃんと行く、はい、朝一、はい、でご飯食べさせて、ええ、あと自由で。あ、自由で、はい、夕方でも話しがいっすよ。夕方散歩、夜行けたら、行けたら食事行けたら。なんでトイレ出すしとるんですか。外だと思うんですよ。あ、そうなんだ。何歳っすよ。1歳になってない。芝は、うちも今芝なんですよ。
こう写真出してください。まあ、虫歯ってちょっと小ぶりで可愛いです。写真出してください。写真逆にください。めちゃ可愛いですよ。出来合いしてます。社員より大切ですか。社員より大切。千葉はめちゃくちゃ綺麗好きなんですよ。最初は朝昼晩。散歩行けば絶対中でしないなあ、でもっていうことは外連れてってないやん、ちゃんと朝に あんまり行けない行けない、うん、だから、まあ、半年10ヶ月ぐらいになるのかな。でも夏なんかどうなんですか。朝でもアスファルト大丈夫かな。もう6時ぐらいに行かなかったんですね。朝だから早出、もうその時手当てつけたら、ね、はい、早出でね、10万ぐらい早出手当て、散歩手当て10万ぐらい金ぐらいでもやだろ。僕散歩来ますけど。あ、10万50万。今日なんか僕50万人一緒に寝てるんですよ。でも一緒に寝てるんですか。寝てるんですよ。あ、それダメなやつだ。小林犬として小林犬犬の方は甘がらしたかな。僕ここ最初ジムにも出すなって言っとったんですけど、はい、で僕が相談したらトリミングとかする、ああ、はい、はい、出さ方がいいですよって。あの結構もう出るともうわちゃわちゃした犬になるから。まあまあ散歩犬、散歩犬、ちっちゃい犬、ちっちゃい時か時じゃないですか。あ、かもしれない、かもしれない、ね、うん、僕出しっぱなしですよ、リビングで。一応社員さんは、まあ、みんな女性が多いから、はいはいはい、やっぱ甘やかしちゃうもんね。いつも出しっぱなしですよ。ユッケやと思いますよ。よしよしよし。ユッケやでも闘牛とかそういうのがしつけできるまではうちも入れっぱなしですよ。あ、半年、はい、あ、7、8ヶ月までは結構、ね、あの揉める時あるんですよ。この首輪もなんかこんな首輪じゃかわいそうみたいな。かわいそうですよ今。ハーネスっすよ今。本当ですよ、かわいそうですよ。こっちかこっちですか。エセランとかじゃないですか。エセ動物愛、あ、はい、エセランとか売名のためにこれまで。で、カメも買ったんですよ。はい、これは僕、こんなちっちゃい時にお客さんのところ拾ったんですよ。何ですか。いやいや、これバイキンめちゃくちゃある。触らないです、触らないです、やばいです、触らないです、触らないです。いや、こんなどうしたの。バイキンも多分、もうしないんじゃない。そうそう、する言うよ。あ、今さっきしたおかしいじゃん。癖になっとる。癖になっとる。あ、ここが外やと思っとるかもしれない。そうですね、だから、外はちゃんと外だよってのを分からせたらなかったんですね。散歩を結構散歩を、まあ最初は朝昼晩ほんと当番決めて今からでもここで やれるんですできますね。それこそ飼育放棄された柴犬飼った方が見えてもらって、はい、まあ垂れ流しやったんですよ、はい、1ヶ月ぐらい。もう朝昼晩きちっと散歩連れてくようになったら2ヶ月で治った。しなくなった、本当に完璧に。いやいや、まだお客さんのとこ行ってほんともう会いに行ってしまったんです。私はそれね感じたんですか。そこで一遍考えにかったんですが、この今の状況で、はい、犬飼って犬が幸せになるかどうかっていう、まあ、なんか僕が不幸にしとるみたいに言われたよ。うちの中にチャンネルで俺が不幸に横気を下ろすこんな甘やかされたやつはいないですからね。うわ、甘やかしいなって言いますもん。あ、本当、こんな話し合いで一日中好きなことやって飯食って初動しねえんだよ、これ。毎回どういうことそういうもんですよ、犬してくださいです。こいつは幸せだよ、犬ってそういうわがまま言って思ってるよりは良かったですね、うん、もう糞尿まみれでどっかに閉じ込めてあるかって閉じ込めてあるかなと思った。そこに置いてあるっていうのがなんか、うん、下のあの土場みたいなところに置いてだって前なんかさ、ドバで犬飼ってなかったっすよ。ドバで犬飼ったっす。あれ前回先見ですけど、あどんな死んでたっす。死んでたっすか。いや、もともとは死んでたっす。いやもともとちょっと弱ってて、それこそ放流されたんす。あのさっきの女の子が犬好きなんですか。いや、あのもう一人、あのあトリマーの子。あ、マジで。で、その子が、まあ一応メインで、あトリマーやめてここ塗り替え入ってるんですか。そうトリマー安いですもんね、給料ね。あ、そうなんどうしちゃっていいですか。大丈夫ですか。大丈夫だな。もう20万超えましたからね、この間メンタル。あ、何がですか。チャンネル登録者すごいですね。また YouTube マウント取ってくる。YouTube マウント大丈夫ですか。20万人あの視聴者の皆さん本当にね、あのあれなんか緊張症もあ最近ちょっと真面目に、ちょっと社長が出てるやつは面白い。あ、力入れて、そうそう、でも最近調子乗って出まくってますから。でもこんな社員います社長調子のね。YouTube の威力ってすごいですね。やっぱ来ます来ます。そうです、 YouTube やってるんですねって、やっとることだけですごいですねみたいに言われたらね。あ、結局やってる人いないですもんね。ですね、うん、そうですね。インスタや Facebook や Twitter って誰でもやるじゃない、はいはい、やってるんですねって。うちみたいなあんなヘボイチャンネルでも結構そういう、もう一番近いんだからすごい、まあ、すごいです。そう、僕も納車するとあの見てますって
言われる、そうするとやっぱりお客さんとも、はい、こうスッと馴染みやすいんですよ。ああそうですよね、はい、で今日何でした、何でした、あ、いいね、いいね、いいね、まあそれ何ですか最終飼育状況トータル的に見て。いや俺、まあ、最低でも90点もなると、90は上げられないですよ、ね。まあ一つそのトイレだけやね。そうトイレ。トイレ80点にしておきますか。まあそうですか。どういうことですか。何人ぐらいですか。結構最終的にもひどいじゃないですか。ズボンさんでね、一個30万回転。これさ、めっちゃラッキーなネタ拾ったんですよ。ハマったんですけど。はい。オークション会場。これラファエルの車やったんですよ。え？まずガチ。本当ですか。本当っすよ。が2000万ラファエル。YouTuber の。だからオークション、僕は東京のオークション会場でこの車を落札したんですよ。はい、評価点 4.5 っていう。これ落札したんですか。落札オークションでね。で、はい、届いたら評価点 4.5 っていうと結構綺麗な部類なんですよ。はい。まあ、あるあるなんですけど、僕らの業界も傷丸けやったんですよ、この車。だから検査員が全部チェックしてないんですよ、それをハマりましたっていう動画載せたんですよ。まあ、これあるあるなんですけど、はい、ただコメントでこれラファエルのじゃね、ラファエルのじゃねって来るもんで、はい、あれそういえばラファエルこんなの乗っとったなと思って見たら、ドンピシャ2ヶ月前まで買い替えてるんですよ。だから下取り取った車屋さんがオークション出したんですね。それグローリーがたまたま、はい、で速攻でインスタでラファエルにダイレクトメール送ったんですよ、はい、こうこうこうでこの YouTube のさせてもらったんですけど、これラファエルさんの車じゃないですかとか、いや内装のなんとかが違うもん、あの違うから僕のじゃありませんって絶対そうこれ使って大丈夫さ大丈夫でしょ大丈夫さ、だってさ、まあ本人が認めてやるんだ、この後の他人からダイレクトメール来て返事してきます、逆に、ね、そこで返事来たんですよ。興味ある方はグローリーさんのチャンネルで見てくださいグローリーも見ますねやるとくるくる今サムネもこうやってくれって僕は指示出してるんですよ、はい、これ入れすぎだよねこれ。あえいいですか、まあ、でもパッと見ながら分かるんですね。テーマがバラつくじゃないですか、また皆さん、はい、ね、まあ、YouTube も撮るしよう、何のために来たかよく分からない、まあ、できる売名行為じゃないですかそうそうそうボランティアやってね、すいません、すいません、すいません、皆さん、はい、ぜひまたグローリーチャンネルで見に行ってください。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、せーの、また見てね。まずあれ、おしっこの匂いは多分これついちゃってるので、ここ一辺もう全部きれいにしてもらってだよね。そうですねだよね、ちょっと怖そうにしちゃうから、もしダメだったら言ってくださいわかりました、次の方法考えます。2ヶ月後また決まってあ、そうですね、本当にオムツ取るかね。なるほど、なるほど、僕、芝仲間いっぱいあるんですよ。はい、うん、あ、マジですか。芝犬かわいいっすよね。かわいいです、かわいいです。うちのもめちゃくちゃかわいいですよ。もっとかわいいですよ。ありがとうございます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 。よろしくお願いします。お疲れ様でした。